北のスライルをご覧の皆さん、どうもこんばんは。グルメ大好き、バイク大好きの北野と申します。よろしくお願いします。ということでですね、今回ですね、グルメ好きということでね、和歌山県有田川町にありますね、ウミズカフェというね、今話題のちょっとクレープ屋さんがあるのでね、そちらの方にちょっと行ってこようかなと思います。よろしくお願いします。ということで、有田にある、ウィーズカフェというところに、やってまいりました。これから、早速潜入したいなと思います。ここが、テイクアウトのカウンターになっており、外側のね、テイクアウトのところになってます。でここにね、いろいろメニュー表が書いてます。さつまいもの旬のね、今時期のモンブランとかね、いかにも美味しそうなものがたくさん並んでおります。ちなみに缶ビールもあります。こんな感じですね。サクッとこれ、ね、ソーセージとかおかず系のね、クレープもあったりで、結構メニューがね、バリエーション豊富ですね。ということでね、散々悩んだ僕、さつまいもの、ね、モンブランのやつを、注文しました。でちょっとね、今日は冷えてるので、あとね、ホットコーヒーとね、注文して、いただいて帰ろうかなと思います。写真のレベル、写真のレベル、めちゃくちゃ上がってる。マジありがとう。ということでね、まあパフェが来ました。パフェじゃねえや。これクレープが来ました。こんな感じでーす。あずきとさつまいもとモンブランのね、いかにも美味しそうなやつですね。という感じでですね、完食いたしました。モンブランもね、生クリームも結構ね、生クリームは甘めなんですけどね、モンブランと、さつまいもと、あずきとね、それぞれ結構ね、いい感じに甘みがね、甘くない感じのね、感じで出来上がってて、それがね、生クリームが混じり合った時ぐらいがね、ちょうどいい感じのね、味わいになってっていう感じでね、結構こう味の変化が楽しめるようなね、そんな一品でした。でブラックもね、どちらかというとね、ブラックあんま飲まない方なんですけども、こんだけね甘い、ほどほどにね、甘いもの食べた後のコーヒーはまた格別に美味しいです。というわけでですね、有田川町にある海津カフェさんのところに行ってきまして、モンブランのね、さつまいものモンブランのパフェをね、食べさせていただいたんですけども、他にもね、いろんなたくさんのね、メニューがあるのでね、そちらの方はですね、ちょっと画像の方でね、紹介したいなと思います。
ということで今回はね、ウミーズカフェさんの方を紹介させていただきました。今後はですね、まあもちろんね、私自身グルメも好きですし、あと結構ね、あのローカルのね、この和歌山の、いろんなね、グルメ以外のね、地域のね、例えば写真映えスポ、写真映えするようなね、スポットであったりとか、いろんなところをね、ちょっと走ってたりはするので、そういったところもね、動画紹介していきたいなというふうに思います。で、また相変わらずね、あの家電が好きなのでね、新しい家電が手に入ったらね、そういったね、紹介なんかもしていきたいなと思いますので、よかったらチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ということで、北のスタイルを、お送りいたしました。ありがとうございました。